水野良子本名、大高良子は、静岡放送のアナウンサー。静岡県沼津市出身。身長163センチメートル。血液型は A 型。静岡県立沼津東高等学校、学習院大学法学部を卒業後、1996年、静岡放送に入社。既婚である。新人時代に担当した、同局木曜のラジオ番組。 ラジカルモンスターでは、領地という愛称で親しまれる。その後2009年5月時点で SBS イブニングアイのメインキャスターを担当。2010年初夏頃、第一子となる女児を出産。2011年6月、育児休暇を終えて、ラジオのニュースで仕事復帰。同年10月には SBS イブニングアイの金曜日メインキャスターに復帰した。 日本式木酒師資格、チアーリーディング指導員資格、カラーコーディネート検定、社会科教員免許を有する。2020年4月から久々に、ラジオ番組のレギュラーとなる、金の服は、うちに出演。同年4月17日放送分にて、共演者の二村豊人に出席された姿が、子犬が怯えるようだったので二村に、 子犬みたいですねと言われ、痛く気に入った水野は4月17日を、子犬記念日として、その日は犬を抱いた写真を二村に送る日になった。ありがとうございます。